皆さんこんにちは。こんにちは。今日は西葛西を40年前から着々とインドタウンにしたチャンドラリさんにインタビューをしたいと思っております。よろしくお願いします。チャンドラリさん、お願いします。ありがとうございます。ここの場所の説明なんですけど、チャンドラリさんが経営しているインド産の紅茶を日本で販売している店舗でして、シャンティー紅茶と言います。ここでチャンドラリさんの人生のバックグラウンド、なんで日本に来たのかであったり、人生の経験を聞いた後にシャンティー紅茶について詳しく、聞いていきたいと思います。ではまずファーストクエスチョン、はい、どうして日本に来られたんですか？そうですね、魔が差したかな。魔が差した。魔が差した。それは嘘です。1977年まで今、大阪の神戸にね、私のいとこがね、繊維関係の輸出の仕事をしてたの。ニューヨークの会社が忙しくなったから、お兄さんはあなたもこっち来いとなっちゃったから、そうすると日本にファミリーのメンバー誰もいないと、いうことになったから、ちょうど私も大学に出たところでうろうろしてたと。で、父親がじゃあそこでね、あんた行けというふうになった。うちは繊維関係じゃないから、私は東京に来たの。ああ、なるほど、はい、なるほど。じゃあセカンドクエスチョン、どうしてまたどうやって西葛西をインドタウンにされたんですか？まず西葛西という地域には輸出ということのことを考えてきたんですね、それをやってる間にやっぱり日本の国内市場もあると、そこにもちょっとなんか関わっていきたいなということで、輸入の仕事も考えたんですね、まあ、輸出するときは日本のメーカーに頼めばあとは出してくれるから、輸入になると今度物が入ってきますね、その保管庫がいわゆる倉庫がないと輸入ねできないから、その倉庫探し始めたの。当時はメインは平和島とかその周辺のね、倉庫街だったんですが、なかなか新参者にね、どうだっていう感じになって、ちょうどこの西葛西の南にできたほやほやだったから場所が取れたの。この東の地区がね、その時はそれほど発展というかいろいろ構築されてないと、それでじゃあここに建物もほとんどないし、人口もないの、人は住んでないから全部原っぱですよ、今できる建物はね、どれ一つないの。それでちょっとある場所を、まあ相談して、貸してもらったという。なるほど、なるほど。で、仕事をここで始めたの。インドで西葛西を選んだ理由は、そういった倉庫であったり、そういった土地があったっていうのが一つあると思うんですけど、他のインド人がなぜ日本に来て住み着いていったのかっていうところは、そこはね、時間は全然違うの。私は北はもう79年くらいだよね、当時は隣国日本でもあんまりインドの人がいないの、私が来てから20年経ってから2000年問題というものが浮上したんですね、これソフトウェアを書き換えなくちゃならない、これは膨大な仕事だったと。日本国内のエンジニアたちでは間に合わないと、人材がねどこから呼べばいいかということで、このソフトウェアというものはまだまだその時代ではね先端、今も先端だけど、日本の会社もまあやっぱりアメリカがその、一番リーダーシップ取ってるから、そこから誰かね、任されればいいと思ったら、アメリカの会社も、いやうちだって人が足りないからどうしてるんですって聞かれたら、インドから呼んでますと、そこで初めて日本がアジアのあるもう一つの国でそういう人材が豊富にあるということで、インドの人を呼び始めたと、日本に来てクライアントサイトでその仕事をする、なるほど、という話です。その時きっかけに多くのインド人が西葛西に、日本でインド人が増えた。なるほど、なるほど、ね、その間に、ホテル住まいのシステムだったけど、そこでちょっと不服というか難しいところがあって、インドの場合は人口の半分近くはベジタリアンだから、そうするとね、街のレストランでは食事できない。昔はそうですね、難しかった、でホテルには炊事できない、部屋にはキッチンがないと、そこでじゃあ自分たちでアパートを借りてキッチン付きのものにすれば、
生活できるだろうというのが、一番東京でも集中しているあの金融機関の地域は大手町とか日本橋、茅場町、竹橋で、これ全部ね、東西線なの。だからその東西線 のそういう場所にあの住まいを探し始めたら、西の方に行くとほとんどね、あのマンションではなく一軒家でワンフロア貸すとか部屋を貸すとかなるんですよね、うん、すると供給の方の方がこうバラになってきちゃうから、はい、この東の方に来た時にはここは新しい町だったから、うん、ほとんどマンションばっかり、部屋も借りやすくなるということで、うん、なるほど、こっちの方に来始めたと。あ、なるほどね。改めて聞くと確かにそうだなと思いますし、これを知ってるのはチャンドラインさんだけみたいなところがあるんで、いい話ですこれから日本でチャンドラインさんがやりたいことは何でしょうか一人のインド人は何ができるかということは、うん、インドの方々この町に住み始めてるけど、うん、まだまだあのファシリティとしては、うん、日本国内の意味合いから見ればかなりいい出来があるけど、うんうん、インドの方から見るとすればまだまだ自分たちのニーズに合わったものとかはないと。それを私がどこまでね、うん、そういうことをヘルプできるか、うん、または始めることができるか、うん、だから私の後に誰かがそれを持ってやるかやらないか分かりませんけど、まあ、少しずつでもね、インドの方々がこう日本に住みやすくなっていく部分にどうね、私が頑張れるかいうような気持ちで、うん、まあ、将来を見てるというか、うん、はい、多分どんどんこれからね、インド人の方も日本に住む方も増えてくると思うので、はい、じゃあ最後にちょっと今や日本にいられるインド人の方であったり、これから日本に来るインド人の後輩にちょっとこちらのカメラに向けてなんか一言メッセージいただいてもいいでしょうか、はい、そうですか、はい、まあ、私もね、こうかれこれ40数年日本にいますけど、皆さんも日本に来たら、これはとてもいい国であり、学ぶものも多いし、まあ、それと同時に、まあ、インドからの考え方も、少し伝授して、こう、橋をなっていけば、いうことが、まあ、願いますね、うん。頑張ってみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこれで、はい、インターナショナル終わりですね。一旦サンドレイさんのバックグラウンドは、はい、これで。